by Abu Garcia.751はどちらかというとこう食わせやすいヘビーロッドで、まあ、701はこうヘビーいかにもヘビーロッドって感じのこうジグだったりとかこういう打つ釣り、あとはビッグベイト的なルアーももちろんいけますし、あとはスピナーベイト、ヘビークラスの8分の5オンスだったりとか4分の3オンスのフルサイズのスピナーベイトもこなせるロッドですね。751どっちかというとキャスティングで使うん で751はなんで 7フィート5インチかっていうと、ロングキャストしてこういうこれ今水深どうだろう、ここだと4メーター半ぐらいでウィードの高さが3メーター以上あるんですよね。3メーター以上あって、でその3メーター以上のところをキャスティングでスーッて上げてワンストロークで金玉の上まで持っていける長さが必要だってことで、で7フィート5インチなんですけど、今これやってるこういう金玉のパッチを見て打っていくように釣っていくと、そうすると7フィート5インチの長さってすごく煩わしくなるんですよ。キャスティングのしにくさだったりとかアクションのしにくさっていう、その長くある必要がないっていう、でそういうケースの時に7フィートのヘビーっていうのが生きていく、操作性っていう意味でもそうだし操作の快適性ですよね。それでな同じカナダモのパンチショットリグでもこう7フィートと7フィート5インチを使い分けるっていう感じですね。じゃないかな。まあまあいい。いいですよ。近距離。よいしょ。サイズきましたよ。いや。よし。パンチショットリグ、ビッグクローラーのパンチショットリグですね。ピッチングで。X グレーブ 70H グランドのコンビでナイスサイズですね。モップがこう柔らかいとボトムでアクションした時にこういうアクションをしたいんですよ。こうたるんでる糸を一瞬だけ張ってあげるよ。でこれはティップが柔らかいと進化が重たい場合に一回ティップがぐにゃって曲がってからピョンってこう動かしちゃうんでちょっとオーバーアクション気味になっちゃうんですよね。動きがこうボトムで軽く小づくぐらいじゃなくて大きく出ちゃうんで、でイメージとしてはウィードがこう当然ボトムの方でも生い茂ってるんですけど、その生い茂ってる中でちょっとうごめいてるぐらいのアクションにしたいんですよ。それをティップがシンカーウェイトに対して柔らかいロッドをセレクトすると一回ティップが曲がってから戻るんでこういう風に大きく動いてしまうんですね。そうするとバスがこう探してきた時にウィードの中にこうなんかいるなっていうぐらいのアクションが欲しいのに大きくバスの目の前にこういきなり現れると食うのやめちゃうんで、だからこうバスから気になってなんかいるよなって行かせるようなぐらいこうなんていうんですかね、ちょっと弱めなアクションの方がアピールしすぎないアクションの方がバスをこうスイッチ入れさせやすくなるんで、そういうアクションをさせるためにはティップの硬さっていうのはある程度必要になってくるんで、シンカーウェイトが重たくなってきた場合で、それが75H だと同じヘビークラスでもティップがちょっと入りやすくわざとしてあるんで、だから1オンスとか4分の3オンスとかっていうウェイトになってくるとちょっと動かしにくくなってしまうけど、701だとこうクイックなアクションができるっていう、そういうメリットがありますね。
これぐらいですよね。本当に沢崎はちょっと結構動いてるかもしれないですけど、ラインがたるんでるんで、ラインがたるんでて、たるんだ後にちょっと張ったぐらいなので、一回一回こうたるみを作ってあげる、これは結構重要ですね。でスピナーベイトなんかやってても、スピナーベイトといえばバイブレーション感じ取るっていうのは非常に重要なんで、その751と比べるとテーパーがこう全体的に曲がるテーパーで、ティップがこうパシッとしてるんで、すごくバイブレーションが分かりやすいです。なんでウィードにタッチした、バイブレーションが消えたりとか、バイブレーションが乱れたらウィードがタッチした、あとはバスが食ったっていうことを感じ取りながらスピナーウェイトって巻いていくんですけど、それがすごくしやすいですね。で、まあもちろんそのこういうカナダモのパンチショットリグだけじゃなくて、70H は普通のラバージグですね。このカナダモが伸びる前の段階のラバージグ、キャスティングでのこうガード付きのアーキーヘッドのラバージグをこう使う、まあ、リアクションジグって言われるような使い方ですよね。そういう使い方だったりとか、まあ、瞬節絡んでてこう瞬節のブレイクでラバージグを操作するっていう時でも、7フィート5インチの 75H に比べるとこうクイックなアクションが出せるんで、ジグを使ったリアクション的なアクションもしやすいで、若干7フィート5インチのヘビーよりは 75H よりはティップが硬いんですよ。若干って結構硬めにしてあります。でこう短いストローク、7フィートのストロークなんだけど、ウィードこうショートストロークでもスパッて切れるようなロッドになってますね。あとテーパーっていう面でも 75H に比べると若干ベリー寄りのテーパーなんで、ジグの重さだったりとか、あとそのウィードのカットのしやすさっていうのは竿全体でその負荷を受け止めるんで、非常にしやすくなってますね。カットしやすい、短いストロークでカットしやすいっていうロッドになってます。Produced by Abu Garcia.